初めて、本日情報を公開させていただくこの陶器伝ですけれども、当社開発チームであるオメガホースが PS プラットフォーム専用として制作中の完全新規プロジェクトになります。当社が得意とする和と歴史をキーワードとしたオリジナル世界を舞台に、強大な異形の敵鬼を撃つために激しい戦いを繰り広げるアクションゲームで、無双シリーズ等の当社従来シリーズとは別の全く新しい位置づけのシリーズとなります。映像でご覧いただいたように、敵を断ち切る、貫く、打ち砕くといった本能を刺激するようなダイレクトなアクションの表現を最大の特徴として、かつてない迫力と爽快感をお楽しみいただけるよう現在鋭意開発を進めております。本タイトルはプレイステーションビータ、そしてプレイステーションポータブルと2つの機種で同時に発売する予定になります。ビータ版では専用のグラフィックリソースを用意して、携帯ハード最高水準のクオリティを実現するとともに、各種機能の活用によってゲームプレイの没入感を高めるさまざまな仕掛けを今準備しております。またビータと PSB で相互にマルチプレイが可能なクラスプラットフォームにも当社として初めて対応いたします。この陶器伝、本日初めての発表ということで、ご説明は以上となりますが、 PS プラットフォームを盛り上げるべく SC 様とタッグを組みまして、かつてないパワーをかけて取り組んでまいります。2013年の発売を予定しておりますので、今後の情報にぜひご注目ください。最後になりますが、光栄テクモグループはこの陶器伝だけでなく、プレイステーションビータ向けのタイトルを数多く取り揃えるべく準備を進めております。こちらにつきましても順次発表してまいりますので、ぜひどうぞご期待いただければと思います。本日はありがとうございました。どうもありがとうございました。続いては株式会社バンダイナムコゲームズ様、稲垣様です。稲垣様、よろしくお願いします。バンダイナムコゲームズの稲垣と申します。私はですね、ガンダムをはじめとする、ハイターゲットキャラクターの家庭用のゲーム事業とソーシャルゲーム事業を担当しております。どうぞよろしくお願いいたします。まずはですね、ガンダムのゲームに関してちょっとご説明いたします。プレイステーション1で、機動戦士ガンダムが発売して以降ですね、来週、9月の27日に、SD ガンダム G ジェネレーションオーバーワールドというシリーズ最新作が発売されるんですけれども、こちら含めましてですね、累計販売本数プレイステーションプラットフォームで1850万枚という形になっております。でさらにですね、6月の28日から、プレイステーションストアの方でサービスインさせていただいた機動戦士ガンダムバトルオペレーション、こちらの方もですね、大変好評いただいておりまして、現在60万アカウントを超えている状況になっています。1日のアクティブユーザーもですね、8万人から10万人ということで非常に好評を得ています。本日はそんなガンダムのですね、最新作を、ご紹介したいと思っております。それでは映像をご覧ください。いかがだったでしょうか。
ガンダムのゲームの新しいシリーズを目指すためにですね、今までのガンダムゲームの常識を覆すところから破壊というものをテーマにして始めた企画になっております。ご覧いただいたようにですね、モチーフはガンプラです。ガンプラだからこそできる今までの、ガンダムのゲームの枠にとらわれない遊びを実現するために、本日はその一部分をご紹介させていただきたいなと思います。まずは破壊です。今までも部分的に破壊できるというものはあったんですけれども、今回はですね、腕が吹っ飛んだり頭が吹っ飛んだり、大胆かつ爽快感あふれる、アクションゲームというものを目指していきたいなというふうに思っております。ガンダムのプラモデルですので、この腕のパーツとかそういった部分にもこだわっていろいろと仕掛けを作っていきたいなというふうに思っておりますので、ご期待ください。はい、続いて戦場になります。今まではですね、世界観ですとかストーリーを再現するということを重視していたんですけれども、まあ、ガンダムのゲームですけれども、今回はガンプラなので、ジオラマというそういった世界の中で戦うことになる形になります。原作のシチュエーションもちゃんと再現するんですけれども、先ほどご覧いただいたようにですね、1分の1.18メーターの、1分の1のガンダムがお台場に立っていますけれども、そのダイバーシティの前で戦闘が行われるとか、そういったことが可能になっております。そして最後なんですけれども、スケールになります。ガンプラっていうのはですね、144分の1とか100分の1のマスターグレード、60分の1のパーフェクトグレードといったようにですね、サイズの違いというものがございます。このゲームではですね、144分の1のガンダムが60分の1のガンダムと戦う、挑むというような形で、まあ、スケールの違いによって迫力のある戦闘を楽しんでいただきたいなというふうに考えております。このようにガンプラを作ったことのある人、もちろんこのゲームをプレイしてガンプラを作りたくなってくれればと思っております。ぜひご期待ください。今回は初めてこの商品を、紹介するという形になっておりますので、 PS3 とビータの連動とかまだまだお話したいことたくさんあるんですけれども、本日からですね、公式サイトですとか Twitter を開始しておりますので、そちらの方をご覧いただければと思っております。ぜひご期待ください。ありがとうございました。どうもありがとうございました。最後に株式会社バンダイナムコゲームズ富澤様にご登場いただきます。富澤様、よろしくお願いします。はい、ただいまご紹介に預かりましたバンダイナムコゲームズの富澤と申します。本日は、ゴッドイーター2、こちらに関しまして、新情報をお伝えさせていただきたいと思っております。それでは、まず早速ですが、こちらの映像をご覧ください。ただいまご覧いただきました通り、プレイステーションポータブルで開発を進めておりましたゴッドイーター2ですが、この度新たに PSP 版に加え PS ビータ版、こちらを加えた2機種同時発売、こちらが決定いたしました。こちらの両機種版におきましては、2つの、ハードにおいてクロスプラットフォーム、こちらに対応いたします。相互の機種をまたいだ協力プレイヤー、アバターデータの交換などがこれまで通りの感覚で行うことができます。もちろん、アドホックパーティーにも対応予定となっておりますので、見知らぬネットの仲間とも、そして仲のいい友達ともですね、持っている機種によらず協力プレイを楽しんでいただけるという形になっております。こちら本日このようにサンプルをお持ちいたしました。まあ、このような、綺麗な画質で、ビータ版楽しんでいただけるわけですが、はい、こちらの、ビータ版、そちらの特徴をちょっとご説明したいと思います。はい、ビータ版の特徴ですが、まずはハード、
こちらの描画性能を存分に生かしたグラフィックの強化を行っていきます。そして、これはそれぞれのハードのインターフェースの特性に合わせ操作性の最適化、こちらも行ってまいります。そして、それ以外の部分に関しましてはビータ版も PSP 版も、同じ内容同じボリュームでお楽しみいただけるという形になっております。つまりどちらの機種を買っていただいても手持ちのハードの、性能に合わせて最適な環境で同じ体験を楽しみそして共有していただける、それが、God Eater 2のマルチプラットフォーム戦略の基本姿勢となっています。さらに、将来的な、ハードの買い替えですとかそういったシーンも考慮いたしまして、2つのハード間でのセーブデータの共有やムーブ、そういったものへの対応も、同時に検討中という状況になっております。こうしたマルチプラットフォーム展開をベースとしまして、God Eater 2はさまざまな新たな試みを行ってまいります。これまで通りドラマチックでハイスピードな討伐アクション、こちらをゴッドイーターとしての基本としながらも、さらに本作では、こちらプレイヤー好みに、自在に進化する必殺技といった要素、さらに絆を深めて仲間を成長させるそういった育成要素を持った仲間キャラクターたち、さらにこれまで以上にドラマチックにそして戦略的に進化するミッション体験、そういったさまざまな新要素を加えることで、ゴッドイーターとしての魅力、こちらをさらに強化してまいります。これらの、詳細の要素につきましては明日からの東京ゲームショーにおいて詳しく、ご紹介してまいりますので、ぜひこちらもご注目いただきたいと思っております。最後に、こちら、両機種版の同時発売の時期に関しまして、改めて2013年と、今回させていただきました。ご期待いただいている皆様には、長らくお待たせしていることを、大変申し訳なく思っております。ですがこの新たなコンセプトで、2つのハードで進化していくゴッドイーター2を、全てのユーザー様に満足いく形でお届けするために、今しばらくのお時間をいただければというふうに思っております。以上、今回私の方から発表させていただきました、マルチプラットフォーム展開、こちらに向けても SC 様には、多大なご協力をいただいておりますが、この両ハードの発展とそしてこのゴッドイーター、が提供するより良いユーザー体験、これに向けて今後も強力なタッグを組んでこのプロジェクトを進めてまいりたいと思っております。ぜひ今後もこのゴッドイーターシリーズの展開にご注目いただければと思います。本日はありがとうございました。ありがとうございます。ご覧いただきましたように発売が大変待ち遠しいタイトルが続々と開発されています。そして年末に向けてタイトルラインナップはますます充実していきます。イースシリーズの生誕25周年を飾る最新作イースセルセタの樹海、最大4人同時プレイで迫り来る巨大生物から地球を守る地球防衛軍3ポータブル、 PS ビータならではの要素が追加されドラマチックに生まれ変わる英雄伝説ゼロの奇跡エボリューション、世界唯一の FIFA 公認サッカーゲーム FIFA 13ワールドクラスサッカー、 PSP 版とのクロスプレイが可能なダンボール戦記ダブル、二大格闘ゲームのコラボレーションストリートファイタークロス鉄拳、シリーズ初の女性アサシンが大活躍するアサシンクリード3レイディリバティ、60時間を超えるビジュアルノベルの最高峰フェイト、ステイナイト、レアルタヌア、大人気 AKB シリーズ最新作 AKB 153分の1恋愛総選挙、 PS3 版とのクロスプレイが可能なプレイステーションオール